外観金曜日の北関東道情報をお知らせします。はじめに東北道上り線の情報です。工業のジャンクションから川口ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間宇都宮インターから川口ジャンクションまで80分ほど、また岩槻インターから大泉ジャンクションまで25分ほどかかります。続いて下り線の情報です。この時間岩槻インターから宇都宮インターまで70分ほどかかります。次に工事のため志田川インターの先で追い越し車線が規制されています。引き続き外観内回りの情報です。高野ジャンクションから大泉ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間荒口ジャンクションから大泉ジャンクションまで15分ほどかかります。続いて外回りの情報です。大泉ジャンクションから高野ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間荒口ジャンクションから高野ジャンクションまで25分ほどかかります。引き続き北関東道及び東水戸道路西行きの情報です。日立向かいインターから高崎ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて通行止めのお知らせです。7月12日16日各日夜20時から翌朝6時まで県道道久喜白岡ジャンクションから上層インターまでの両方向で工事のため通行止めを実施